じゃあ、藤沢です。海外でのですね、飛行機の乗り継ぎというのがいつもここ引っかかる部分になっているとは思います。同じ航空会社でですね、ずっと乗り継ぐ場合はいいんですけれども、国際線から国内線の乗り継ぎとかが、ちょっと難しい部分があります。ので、まず、1個、今日はロサンゼルス国際空港のアジア系航空会社から、アメリカン航空の国内線、このパターン結構多いんですけども、乗り継ぎを簡単にご案内します。まずですね、大体アジア系航空会社、例えば、今回の場合はスターアライアンスグループのアシアナ航空でご案内しますと、ロサンゼルス国際空港のいくつかあるターミナルの中で、トム・ブラッドレーターミナルというところに、大体アジア系航空会社は到着します。これは航空券で確認していただきたいんですけれども、で、到着しましたら、通常に、手順に従って入国をしてください。入国というのは、エスタをお持ちの上で、パスポートを、入国審査、パスポートコントロールで見せまして、スタンプをしてもらって入国します。で、ターンテーブルから出てくる荷物をピックアップして、で、税関申告書ですね、機内で配られる税関申告書を見せて、入国という形になるんですけれども、その後ですね、すぐに国内線乗り継ぎのための手荷物預かりのカウンターがありますので、そこで、預けてもらった方が一番楽です。楽です。だけど、そのまま持って行ってですね、次の、乗り換えのターミナルでまた預けていただくこともできます。ただ、面倒くさいんで、手荷物を受け取ったら、その近くにある、手荷物受け取りカウンター、手荷物預けるカウンターで預けてもらった方が一番楽ですね。で、アメリカン航空の場合は、ターミナル4になりますんで、これも一般的なことなので、時によって変わることもあるかもしれないですけど、大体ターミナル4です。ターミナル4に、移動していただかないといけないんですけど、トム・ブランドでターミナルからターミナル4は近いので、歩いて行かれた方がいいですね。で、ターミナル4に行きまして、改めてチェックインをしていただいて、国内線に乗り換えるという形です。ですので、ポイントとしては、トム・ブランドレーターミナル到着したら入国手続きをして、荷物を取って、一旦預けると。で、ターミナル4に歩いて移動して、国内線に乗り換えるという形になります。一応、2015年の、6月現在の情報ですけれども、ご案内します。よろしくお願いします。